ますよね。今僕言動視点ですもん、その時お父さん視点で見てますからね。白いブラウスにある女の子、なぜいつも悲しそうなの。窓際に置いたコスモスも綺麗な顔うなだれてる。青いスカートにある女の子、自分の場所を知らないの。窓際に置いたコスモスも花びらの色を知らないの。いつか君はブランコに揺られて、痛い気な目を少し伏せて、顔でうつむいた私は一人で平気なの。ハートに巻いた包帯を僕がゆっくりほどくから、